はい、こんにちは。今日は2022年神戸大学後期の問題です。問題はこちらです。M を整数、N を自然数として、M を 2N-1 で割ると N-1 余り、2N+1 で割ると N 余ると。で、括弧1は 2N-1 と 2N+1 は互いに相であることを示せ。で、括弧2は N が5の時の M をすべて求めよと。で、括弧3は M を 4N2-1 で割った余りを N を用いて表せといった問題ですね。まずは括弧1なんですが、まあ、これは2つ続いた奇数ですね。2つ続いた奇数っていうのは互いにそうですよと。まあ、これ言いましょうか。これはユークリッドの誤助法でやりましょうか。つまり、じゃあ例えば、じゃあ9と7みたいな2つ続いた奇数ですね。これは互いにそうですよね。最大公約数は1ですよと。まあ、最大公約数は GCD。GCD の、これとこれ、この2つの互いにそうですね。1になると。最大公約数1ですよと。まあ、これどんな続いた2つの奇数でやっても最大公約数1になるよということを言いたいよということですね。で、これはどういうふうにやるかというと、要するに9と7でやれば、9っていうのは7で割った小が1で余りが2ですよね。こういうふうに表せますよ。9と7の最大公約数っていうのは9、この7とこの余り、この7と余り、この最大公約数に等しいよということが言えますね。ということで、これっていうのは、GCD の7と2。これっていうのはこれと等しいよと。で、これはっていうと同じように7っていうのも2で割ると、2、3が6で余り1ですね。ということで、これとこれの最大公約数はこれとこの余りの最大公約数に等しいよと。つまりこれっていうのは GCD の2と1ですね。ということで、2と1の最大公約数はこれ1ですね。という形で、どんどんこの数を小さくすることができていくわけです。数を小さくしていって、最終的に最大公約数1だということが言いたいよと。同じように やりましょうか。じゃ、今回 GCD 最大公約数の 2N-1 と 2N+1 ですね。この2つの最大公約数はっていうと、まあ、これをこれで割ると小が1ですね。小が1で余りが2ですよね。こういうふうに表せるよと。ということで、これとこれの最大公約数はっていうと、これとこの余りの最大公約数に等しいよ。つまり、これっていうのは GCD の 2N-1 と2ですね。この最大公約数に等しいよと。じゃあ今度同じように 2N-1 っていうのを2で割ると、小が N ですね。まあ、N-1 としておきましょうか。で、余りが、1ですよね。2N-2 で足す1するとこうなるよと。ということで、これとこれの最大公約数はっていうと、これと余りの最大公約数に等しいよということで、これっていうのは GCD の2と1ということで、2と1の最大公約数は1ですねと。これでおしまいでね、これとこれの2つの最大公約数は1ですよということで、互いにそうだということが言えましたと。これで括弧1はおしまいです。で、続いて括弧2ですけれども、 M が5、 N が5の時の M をすべて求めようと。これは合同式でやってみましょうか。N を5とすると、ここが M っていうのは、合同式で表すと N が5ですから、この時は9ですね。9で割ると4余ると。9で割ると4余るですから、もっと9で余りが4ですよと。で、今度、N が5ですから、ここ5余ると。5余ると。5を入れると11ですね。もっと11。11で割ると5余りますよってことですね。9で割ると4余り、11で割ると5余る。M っていうのは整数ですよと。そんな整数 M をすべて求めたいよと。ということで、まあ、2つのこの合同式ですね。これを解きなさいよってことです。で、これまず、項を揃えましょうと。9と11で揃ってないので、これ最大公約数。9と11の最大公約数。まあ、これ互いにそうですから、これで2つかければいいわけですね。99。で、揃えましょうか。つまりこれ11倍ですので、全部11倍しましょう。11、11、11をかけると、11M、合同44。で、もっと99ですね。で、こっち側もこれ9倍ですから、これ9倍、9倍、9倍しましょう。そう、これがもっと99で、9倍、9倍すると、9M、合同45ですね。ということで、もっと99で揃えて、こんな合同式になりましたと。で、全部これ同じ倍率かけましてけども、これをこんなことしていいのかっていうと、まあして OK ですね。例えばじゃあ、この上の式見てみると、これっていうのは等式で表せますよね。これ M っていうのは9で割った余りが4ですよ。ですので M っていうのは 9K+4 っていうふうに書けるわけですね。K を整数として。M っていうのは9で割った余りが4ですよ。というふうに、こういうふうに等式で表せますよと。
これを合同式で、このあまりに注目して、こう、書いてるだけですから、元々は等式ですよと。で、等式ですので、同じ倍率かけても問題ないですね。今、これ11倍しましたけども、11、11、11をかけて、11M イコール 99K プラス44。今全部11倍したわけですから、こうなると。これを言ってるわけですね、これっていうのは。要するに 11M っていうのは、99で割った余りが44ですよ、ということを言ってるだけですので、等式で表されるわけですから、同じ倍率かけても問題ないよと。で、同様に下の式も全部同じ倍率かけても問題ないよ、ということで、こんな形で、もっと99でまず揃えることができました。これでまず方が揃えましたと。あとはこれを計算していきましょう。足したり引いたりかけたりしてですね、計算していきましょう。じゃあこれまず上から下引くと 2m ですね。方と、これ引くこれでマイナス1。で、まあ5倍しましょうか。5倍すると、5倍5倍すると 10m、方と5倍してマイナス5。で、あとはこの丸1と丸2で計算しましょうか。これ引くこれ。丸1引く丸2をすると、M になりますね。M 5度、これ引くこれですから49。ということで、M っていうのは49になりました。結局今これ何をしたかっていうと、この M の係数ここ1にしたかったわけですね。要するに、この 11M、9M になってたんですけども、ここを足したり引いたりかけたりして、この M の係数を1にしたかったわけです。ですんで、今とりあえず引いて2にして、これ5倍したのは、これ引くこれをしたら1になるなということで、5倍したわけですね。で、M っていうのは49ということになりました。つまり、99で割った余りが49ですよと。M っていうのは99で割った余り49ですから、99K プラス49っていうふうに書けますよと。まあ、K を整数として。こんなふうに書ける、整数だということが分かりました。ということですね。これで M。M をすべて求めるですから、K を整数として、99で割った余り49となる整数ですよということで、こんな形で過去に求めることができましたと。で、続いて、カッコさんですね。カッコさんは、同じようにやれば OK だと。で、今度は、N を使って求めなさい。ということですから、まあ、同じようにやると、まあ、合同式でやると、M っていうのは、これで割るとこれ余る。つまり、N-1 余りますよと。もっと、2N-1 で。で、M っていうのは、2N+1 で割ると N 余るよと。もっと、2N+1 と。こうなりますね。これで割ったらこれ余り、これで割ったらこれ余るよ、ということを言ってるわけです。で、さっきと同様に、同じ倍率かけていきましょうか。今、方が揃ってないので、これとこれかければ OK と。これとこれかけるとちょうどこれになるんですね。4n2-1。これかけるこれで、4n2-1 になりますよ、と。で、今これにこれをかけたわけですか。今これ、互いにそうですので、これをかけたわけですね。今これをかけましたよ、と。ということはこれ、2n+1 を全部かければ OK と。2n+1 の m 行動、これに 2n+1 をかけましたよと。ですね。で、こっち側も同様に、今度はこっちに 2n-1 をかけたわけですね。2n-1 を全部にかけると、2n-1m 行動、n×2n-1 となりますよね。これで方が揃えましたよと。方をこれとして、こうなりましたと。で、これで足したり引いたりかけたりして求めていけば OK と。そしてこれまず引けば、これ引くこれすると、ここが2になりますね。これとこれ差が2ですから、上から下引けば 2m 行動、これ引くこれですから、まあ、これ計算しましょうか。これは 2n2 乗、ここが 2n2 乗、マイナス n、マイナス1ですね。で、こっち側は 2n2 乗、マイナス n ですから、これ引くこれをすると、ちょうどここの部分が消えて、マイナス1になりますね。ということで、こうなりました。あとは、これ、n 倍しましょうか。両辺 n 倍すると、2nm 行動、n 倍してマイナス n になるよと。でこれで、これからこれを引けば、ちょうど m になりますね。これからこれを引けば、さっきと同様に m になって、これ引く、これをするから、これ引く、これで 2n2-1 になりますよと。これで m の係数が1で。さっきと同様に求めることができました。つまり、M っていうのは、これで割った余りがこれですよ、ということになりました。ということで、これで割った余りを求めたかったわけなんですが、これですよ、と。つまり、M っていうのは、4n2-1。これで割った、じゃあ小 k としましょうか。これで割ったら小 k で余りを、がこれですよ、と。こんな風に書けますよ、と。この余りっていうのはこれですね、と。で、これ、字数は一緒なんですけれども、これ、
N っていうのは今自然数なわけですね。なんか自然数を入れたときに、この自然数よりもこっちの自然数の方が数が小さいですよね。ですので、これよりも小さいので、まあ余りとして OK ですよね。例えば N に、1入れてみましょうか。N に1入れてみると、4-1 で3ですよと。3で割った余り N1 とすると1ですよということですね。3で割った余り1になりますよと。とかっていうふうに N2 なんか自然数入れていったときにこれより小さい余りになるので、これ余りとして OK ですね。ということで、求める答えというのは 2N 乗-1 ということで、できましたということですね。以上です。ありがとうございました。